こんにちは、こんばんは。表参道にある美容室ソレイユの菊池です。今回のテーマは美容業界における現在の一つのムーブメントである髪質改善。インスタグラムではじめとする SNS でも非常に多くの露出が多く、名前くらいは聞いたことがあるかと思います。ツヤツヤの髪をコームの先でサラサラーとやってる動画、皆さんも一度くらいは見たことがあるかと思います。しかし実際のところは、髪質改善って何という方が大部分を占めているのではないかと思っております。実際にどんなことをやっているのか、どんな効果があるのか、どんな注意点があるかなどをきちんと理解している方はほとんどいらっしゃらないかと思います。この動画ではそんな髪質改善について現役の美容師である僕が詳しく解説していきます。ぜひきちんとした知識を身につけた上で施術されることをお勧めします。またこのチャンネルでは髪のお悩み解決動画を中心とした美容のことについて発信しております。それなのでもしよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。結論から言ってしまいますと、髪質改善に明確な定義というものは存在しないんです。薬剤も様々なものがあり、メーカーなどによっても作用が違います。もう少し踏み込んで説明すると、美容師さんによって認識に差があるということになります。髪質改善には2通りの認識がありまして、1つは縮毛矯正としての髪質改善、2つ目はトリートメントとしての髪質改善です。基本的に髪はまっすぐ同じ方向を向いているのが最もツヤが出てまとまっている印象を持ちます。癖毛などで髪がいろんな方向を向いているより、癖のないストレートヘアの方がサラサラに見えますよね。それをうまく言葉に言い表したのが髪質改善というわけです。それって縮毛矯正と同じじゃないの？その通りです。髪質改善という耳障りの良い言葉の裏で、実際には縮毛矯正と似たような施術を行っているだけなのです。もちろん縮毛矯正ほど強い薬剤は使っていませんが、その工程や仕組みはほぼ同じと言っても過言ではありません。縮毛矯正の仕組みを簡単に説明すると、薬剤の力で髪の結合を切り離し、高熱のストレートアイロンでまっすぐにした状態にし、そのまま再び結合させるというものです。癖が伸びることで髪がまとまり、ツヤが生まれ、髪がきれいになったように見えるというものです。続いてトリートメントとしての髪質改善です。断言するとトリートメントだけでは髪はまとまってまっすぐにはなりません。ここで言う髪質改善とは、髪のコンディショニングを良くして髪のまとまりを良くするという意味での髪質改善となります。しかし髪はダメージを受けると歪んできます。ダメージにある髪のうねり、広がりをトリートメントで抑えることは可能です。さらに薬剤によってはエイジングによる髪の歪み、うねりなど対応するものも様々です。あくまでもその人が持っている髪本来のものを取り戻すという意味での髪質改善となりますので、縮毛矯正の髪質改善のようにもともとある癖がまっすぐになるというわけではないのです。縮毛矯正の髪質改善の注意点として、まず挙げられるのがダメージがゼロではないという点です。やはり何かしらの薬剤を使っているという時点で髪がダメージを受けるというのは致し方ないところです。一見すると癖毛だった髪質が改善され、髪がきれいになったように見えますが、薬剤と熱による髪への負担はゼロではないということを覚えておきましょう。縮毛矯正としての髪質改善の注意点2つ目は高額になりやすいという点です。縮毛矯正とほぼ同じような施術ということで、長時間の施術となります。美容師側の高度な技術も必要になるため、価格内容が高く設定されるという点が注意点です。トリートメントとしての髪質改善の注意点として、まっすぐにはならない。あくまでもトリートメントとしての施術となりますので、髪の癖をまっすぐにすることというのはできません。癖やうねりが残っている髪質改善の投稿で SNS を見たことがありますでしょうか？もちろん元々の髪質による部分が大きいですが、インスタグラムのような癖のないまっすぐサラサラな仕上がりにしたい場合は、縮毛矯正の髪質改善のように何かしらの薬剤を使わないとならないケースがとても多いのです。2つ目に挙げられるのが、効果は一時的ではないということです。施術後の仕上がりは良くても、それが永久に続くわけではありません。月日の経過とともにその効果は徐々に失われていくということも覚えておきましょう。これは普通のトリートメントと一緒の考えですね。
髪質改善という名のつく施術には非常に高度な技術を必要とするものが多いです。できれば技術者がマンツーマンで施術してくれるサロン、もしくは髪質改善宿毛矯正専門店での施術を受けられるのがベストです。現在ホットペッパービューティーやインスタグラムでも髪質改善をしている美容師さんが非常に多いのですが、その分技術の差も大きくなっています。全然効果がなかった、びっくりするくらい痛んだなど、後で後悔しないためにもきちんとした下調べのもと本当に信頼できる方にお願いしましょう。 SNS の髪質改善の投稿はその大部分がストレートヘアです。もちろん仕上がりが分かりやすいという側面もありますが、カールスタイルやウェーブスタイルはほとんど見かけません。髪質改善におけるデザインはストレートに限定されやすいという側面も頭の片隅に置いておきましょう。まとめに入ります。髪質改善は魔法の施術ではありません。髪の形状が変わるということは何らかの薬剤を用いて髪に反応させているということになります。カラーやパーマも同じですが、薬剤を使う以上は必ずそこに髪への負担が生まれるということです。髪質改善をただただ髪がきれいになる施術と捉えると痛い目を見るかもしれません。全ての施術に言えることですが、美容師さんとしっかりコミュニケーションを取った上で自分がきちんと納得した施術を受けるようにしましょう。そのためにも本当に信頼できる美容師さんを見つけることが必要です。いかがだったでしょうか。今回は髪質改善についてお話しさせていただきました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。